踊り見てきた。あ、ありがとう。
ベンチコート作んないで4年間終わるんだろうなと思う毎年作りたい、作ってないから。確かに作りたい。高いですよね、ベンチコート。なくても毎回どうにかなってるから。暑くなっちゃう、結果大丈夫だみたいな。でも作りたいな。作りたいですね、せっかくだから。作りたい。ロゴ欲しくないですか？欲しい。もう作りたい。1年生入ってきたら作りたい。5月ぐらいに計画立てましょう。5月に作れば6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、10ヶ月切れる。全然切れる。それならまだまだ作ってもいいかなと思う。これで、ね、夏画とかだったら、ね、それはもういらない。ベンチコートまでは1年生ですから、私たち考える。次の生徒は新しい1年生です。体育館コート作りましょう。作りたい。じゃあ今日あれ、体育会のサッカーの男の子が、ベンチコート来たんですよ、学ランの上に。めっちゃ発表して、学ランかっこいいよね。かっこいい。スパイラルも知らん時、学ラン来てほしい。それを確かに。誰が一番似合わないと思う？似合わないの？似合うのは誰だろう？似合うのはやっぱり俳優かな。やっぱ俳優。やっぱり俳優。何でも着こなす。コウタロも似合うと思う。似合いそう、似合いそう。似合わないのね。パディ、誰だろう。太田もなんかああいう高校生いそう。カイ君もまだいける。まだいけそう。若いですよね、カイさん。タマちゃんかな。ちょっとタマちゃんダンディーすぎるから。確かに。タマちゃんはスーツで。スーツで。ドクランでいけそうな人なんですけど。あ、ヨッシーもダメだ。ダメだ。青ひげが。青ひげ。つけてるな、この人。ヨッシーもスーツで。これ終わった。三田さんとか学ランまだ全然いけそう。わかんですよね、三田さん。みたいな高校生って言われてもなんか、発想が、ね、でもちょっと高校生同じクラスにいたらおじさんだわ。確かに。なんかお酒を持ち歩いてるイメージがあるから、その時点でおっさんの。やっぱ本物の高校生にはなれないね。次ラスト。でもさ、シュンまだ高校生でいけない？いけるいける。だってまだ去年の今頃の時期です。もう去年の今頃高校生だったから。いや、やば高校とか何年、やば。待って、何年前だ。何年前だ。去年の今頃制服着てました。いや、やば。黒髪で撮りたいです。4年前ぐらいかも、高校生。4年前だよね。3年前か。やば、もう卒業した。やば。中3じゃん、カレンとか。やば。私が高3の時。いや、私高1。え、なんで？あれ、学年4年生だったんやから。そっかそっか。